第68回の法人税法の回答速報の方を開始していきます。レック専任講師の小池康雄です。本日もよろしくお願いします。まずは試験の方お疲れ様でした。で、第1問についてのみなんですけれども、解説の方を開始していきたいと思います。全般的に、第1問を見て、やはり一つやっぱり基準として押さえていただきたいのは、異議と適用要件、法律について異議とやっぱ適用要件っていうものをやった今年もやっぱしっかり問われている部分であるんで、理論集を見る際に異議適用要件こう注視していただくっていうスタンスでやっていただいてたのであれば、かなりいい結果の方に結びついてるとは思います。あと出題された論点的にはやはり法人税法の中でも割と重要な論点、そこについてやはり問われていたっていう形のことで、当然その理論集の暗記という部分もありますけれども、理解というものをどのぐらいしているかっていうこともやっぱり問われている部分があると思うんですね。なのでやはり当然異議適用要件これをしっかり暗記していく、あとはそのもの自体をちゃんと本質を理解していこうという姿勢部分をやはり問われている部分ではありました。ではですね、さっとですけれども解説の方をしていきたいと思ってはいます。まず第1問の問い1の方ですかね。法人税法における資産の評価損の取り扱いについて原則的な取り扱いを簡潔に答えなさいという部分なんですけれども、理解っていう意味で、まずしっかり認識していただきたいのは、評価損は認めてないよ。一定の事実が表示した時に認めてるけど、評価損なんて基本認めていないんだということをやっぱりしっかり理解していただきたいんですね。で当然会計的には評価損を上げていくよ、それが一つがもう会計的にはもうしっかり上げていくでしょうね。だけどそれが税法的に追従できるのかということを今回ちょっと見ていきたいと思うんですね。でまず問1の括弧1についてはもう認めませんよ、これは33条そのまま1個を書いていただく形になるとは思うんですけれども、次に問題文の読み取りですよね。今回問1にしても問2にしても括弧にはやっぱしっかり読み取ってやっぱ理解してるってことが問われる部分ではあるんで、資産の評価損が認められている特定の事実を答えなさい、また資産の区分ごとにその事実が定められているものについてはそれの資産ごとについての事実関係を簡潔に答えなさいと。実際評価損が認められているのは法人税法的には3つあるんですよ。1つが物損法的事実、これが1つですね。物損法的事実で、2個目は会社構成法が適用された時、会社構成法が適用されるなんてめったにないんですよね。で次民事再生法で所定の評定を行う時で、各一のまず最初に言った物損と法的事実、これはちょっと一つ保留させていただいて、二つ目の会社構成法、あと民事再生法、会社構成法とか民事再生法が適用されるとなったならば所定の評定を行う、所定の評定を行う、もしくはもう少し分かりやすく理解するっていう意味で見ると BS を作り直すんですよ。これから会社を立て直すよという会社に対して BS をちゃんと作り直すとなったら、例えば適正な時間に評価損というわけではないでしょうけれども、 BS を作り直すとなったら金額変わってきますよね。ここについて口は出さないよというのが会社構成法民事再生の話で、もう一つ法的物損と法的事実、この3つだということをしっかり理解してほしいんですが、物損とか法的事実が生じた場合には、
明記しています。棚卸さん、有価証券、固定資産、黒延べ資産について、どのような場合にできるのか、まあ、基本的には、災害とか、いうものについて、物損とかについてこう規定していますよと。あと、会社構成を民事再生法には具体的には適用してないけど、範囲は実は全対象になるんです。金銭債権であっても認められますから。で、当然、物損とか法的整理の時には金銭債権は認められないよ。もう認められるとしたら今の規定だ、ギリギリ金銭債権で貸し倒れ引き当て金とかの対応になっていきますよという形をまた理解していただいた中で、回答として3つの柱をこれをしっかり挙げさせていただいて、で、法人税法的に、物損と法的整理事実については各資産ごとに具体的に定められています。会社構成法、民事再生法については具体的に定められてないんで、回答の方には挙げてないという形で回答の速報の方を確認していただきたい部分になりますね。で、次に、括弧3番の問題なんですけれども、括弧3についてなんですが、次の事実関係1から4について、それぞれ計上された評価損の金額が当期の損益の中に算入されるかどうか、その理由も合わせて答えなさいとっていう問いなんですけれども、まあ難易度としては答えられる部分が多かったとは思うんですね。例えば過剰に作ってしまったって言い方変な話ですけれども、売れ残りが起こるからこそ棚卸さんについてその価値が下がるんですよね。もう売れないから。で、それについて例えば値引きをしたりと考えて処分できるかもしれないと思って、当然評価損っていうか、もう会計的にはその価値がないんだったらそこを下げなきゃいけないんですよ。それに税法が追従できるかって言った時に、過剰生産で上げられないって言ってしまったならば、企業が作って物が余るってことは過剰生産ですから、ほとんどの場合が計上しづらいってことにやっぱりつながってるんですよと。なので、過剰生産について認めてもらってない、評価損が認めてもらってない、ああ評価損上げるって本当に税務では厳しいんだと思ってほしい。で、災害とかで、本当に物損等が起きた、これについては認めることできますけど、やっぱり、台風とか、そういうものに関して、災害に関してはやっぱり税がちょっと甘い部分、災害についてそれをちゃんと適正な価格で評価しているんであるならば、そこについての評価損については、物損等の事実という形になりますね。で、有価証券なんですけれども、大抵今までは本試験的には 50% 以上下落、次回復見込みが不明と。で、回復見込みが不明なら計上できない。で、本当に上場株が回復見込みが不明っていうことが起こるのかと、じゃなくても回復見込みがないって言い切れるのかとって言った時に、やっぱ基準を作って国税庁公表してくれたんですよね。で、例えばちゃんと会社が基準を設けて、それで回復見込みがないっていう判断をして、それが適正なものであったらそれは認めるっていう形のものが今までの本試験としては結構主流だったんですけれども、今回はもう回復見込みがもうないよと、確実だという部分は明記してくれたんですけど、やっぱ 50% を下がってない。でも会計的にはこれは当然有価証券について価格を下げていかなきゃいけない、やんなければ粉飾決算になりますからね。その時に税はって言った時にちゃんとそこを見てあげて、まあこれは大手の対応する税理士になりますけど、本当に普通に商品について評価損、有価証券について評価損、括弧 4番で言えば減損を上げてくる中で、あなたはちゃんと対応取れますかという感覚を持ってますかっていう問題として今回出されたんで、割と解きやすい部分はあったんですけれども、実務的にそれを拾える感覚って目で捉えればすごく大切な感覚になります。特に何も教えてくれませんからね。普通に有価証券について評価損上がってる、棚卸について評価損が上がってる、もう本当利益玄関の中に棚卸について普通に入ってる、有価証券について普通に評価損が上げられている、でもうこの場合下手したら切り捨てられている、で
減損会計が上がってるって言った時にどういう調整をしていくかっていうのは、具体的にじゃあどういう、まあ、それを拾い切れるか、次どういう調整を実際入れていくか、数字自体も拾っていかなきゃいけませんからね、ご自身でそれをちゃんと抽出できるかっていう次の課題が残りますけど、今回その出だしという形で、3番についてはこれは会計的に上げてるけどダメ、4番も多分減損として会計で処理してるけど、税務上これは否認してこなきゃいけないよと。でじゃあそれをどう管理していくのか、当然ダメだとなって否認するのは分かった、それをどうやって今後やっていくのか、例えば4番だったら減価償却超過額として減損処理ができるように対応していく必要があるとか、もう具体的な処理もできるようにできればイメージしていただけるようにはしてください。で4番なんですけれども、まあ一応製造方法の急速の進化で上げたら、まあ一応ですけど評価損はできないけど陳腐化焼却というもので対応は取れるよと。あともし会計的に、3番についてはこれも管理してないと、今度本当に 50% 最初から数えて下がった時に別表で否認したものをちゃんと任用できることも用意しとかなきゃいけない。だから書いてあることを今度仕事に使っていく一つ一つ本当によくあることなんで、ただそれを第一問の中でこう書いていただくという形の中でありましたけれども、あゆくゆくちゃんとこれは数字をどう拾っていくのかというイメージまでぜひ持っていただければなとは思いますね。で続いて問い2になりますけれども、欠損金っていうものもやっぱり過去の出題実績っていうのは評価損欠損金もうこれもう2大大物っていう形の中でまた直球でかけてきた部分であります。で中小法人っていうものについてはここだけじゃないですけど、税率であったりとか例えば貸し倒れ引当金であったりとか交際費であったりっていう形で、ここやっぱ何度も出てるんですね。中小法人なのか、まあちょっと税法用語使っちゃいますけど非中小法人なのか、本当に1億円以下であっても中小法人になるのか非中小法人になるのかでやっぱ特例が違う。大企業のバックアップがある中小法人に関してはいろんな特例が使えない。で欠損金にも普通に考えれば今までは欠損金が過去にありました、だから今年の取得金額を限度に欠損金を使えるっていう規定がもともとだった。だけど大法人についてはこれを所得の 50% までしか使わせないよと。もう当然経過措置でどんどん落としていった、でも30年だったらもう以降の話だったら所得金額の 50% までしか過去の欠損金が使えないっていう部分なんですけれども、まあ中小法人ってどんなものなのっていう形で、まあ基本的に使用分以下で大法人バックアップがないものだよということをやっぱしっかり答えていただく部分と、括弧2についてはやはり普通に理論書をあてがうよりはやっぱ大昔じゃないですけど指示に従う、要はどこに指示があったかって言ったら中小法人等とそれ以外の法人に分けて説明するっていうことをやっぱ守ってほしい。で、国税庁のホームページなんですけれども、欠損金の繰り越し控除って見ると、まあ、普通の取り扱いと特定株主に支払われた欠損等法人の欠損金の繰り越しの不適用、要は買収なんかで赤字会社を買収してきたとなった時に業務を変えたって言ったら過去の欠損金なんか使わせないよというものが一応あるんで、そこについては言及する必要はないよと。あと適用要件ですけど、ちゃんと帳簿をつけてること、青色申告をちゃんと維持していることっていう、当然まあ、本当はもうメインは帳簿処理をちゃんとしっかりつけてる、前回の本試験でもやっぱ青色申告の要件って形になりますけど、帳簿処理をつけてる重要性っていうものがここでもやっぱり問われてきた一つの問題だったとは思います。回答を例えばこう見せてしまえば、難易度っていうものに関しては
高くないっていう形にはなってきますけども、本当具体的にこう使っていくとなってきたら、本当重要なところをやっぱ出題してきて、使うという部分を出してきてはいるし、やっぱ本当に実務やっていく上でどう次使っていくかって裏のベースにこう作りながら、表面的にはですねシンプルな部分は作ってくれたんですけれども、やっぱり理解して書いてるっていうことのものがやはり得点にこうどう影響を与えてくるかって部分はあると思うんで、やっぱりこの制度、基本的な制度についてやっぱり理解しているかっていうことが一つ大きな基準になっていること、あとやっぱ意義と適用要件は重視していくってことはもう今後の方の他の科目についても意識していただければなとは思います。第1問ですけれども、本試験の、回答速報の方はここまでさせていただきます。お疲れ様でした。